ゆうきともこ水彩画を描く、生物画チューリップ。デッサンのポイント。チューリップの花はカップ型が特徴なので、このカップの形を面的に捉えることが大切。花びらの縁の繊細な形を丁寧に捉えることが大切。 葉の丸まっったた形形や折れ曲ががを丁寧に捉えることが大切。赤い花赤い花はオペラで下塗りし薄いグレーで全体に陰影を入れる固有色の赤はオペラとローズマダーを重ねて深めていく黄色い花黄色い花はイエローレモンで下塗りしてからごく薄いグレーで陰影を入れる 暗部にはイエローディープ、さらにローアンバーを重色して明暗の調子を深める。ハトクキハトクキはイエローレモンで下塗りしてからイエローレモンとコンポーズブルーの混色の明るい緑色を重色し、乾燥後全体にグレーで陰影を入れる。次にカドミウムグリーンペールやフーカスグリーン。 サップグリーンで早く木の緑色を一旦鮮やかにして再びグレーやコバルトブルーで陰影を入れる特に暗いところはペインズグレーで深める最後にオペラやバーミリオンなどの赤みをかすかに加えて仕上げるガラス容器ガラス容器は輝くキャッチライトをマスキングしてからグレーの濃淡でガラス面を塗る 次にガラスに映り込む色味をぼかし入れる。作例ではコバルトブルー、カドミウムグリーンペール、フーカスグリーン、オペラ、イエローレモン、ペインズグレーなどが各色の色味として入っている。マスキングを剥がして全体の調子を整える。 結城智子水彩画を描く生物画チューリップでした。